Let's get started. Moeko Channel.ですね、なんと1人ということで、なんと今日は撮影者が D の字です。はい、私萌子でございます。じゃん、ローソンスイーツをご紹介します。ザクザク香ばしフロランタンです。フロランタンってあのフィレンツェのっていう意味があります。なんだっけ、ラングドシャとか猫の舌っていう意味なんですけど、お菓子の中フィナンシェとか、なんかそのお菓子でしか出てこない言葉とかって結構調べたくなるんですよ。フィレンツェ風のお菓子かな。なんとカロリーがですね、382kcalもあるんですよ、1個で。今までずっと D の家と何百本も動画を撮ってきたんですが、2人で食べればカロリー半分だよねなんて言ったのが、ちょっとね、今日は1人で食べなくちゃいけない。まあ、一人で全部食べきらずにご紹介していきたいと思います。では早速開けていきます。これの素材がなんかちょっとビニールなんだけど、クラフトっぽい紙っぽい感じで、まあ、あのうわ、なんかね、ここの感じ月餅みたいな感じですね、はい、見た目こんな感じ。あ、すごい、リングになってますよ。私にはあまり近づかなくていいですよ。いただきます。ザクザク香ばしいフロランタンですね。カリッと甘くて香ばしいといろいろ書いてあります。いただきます。割った方が安全なぐらいボロボロっていく気がしますけど、大丈夫でしょうか。いただきますよ。これはもう1個でも全部食べられちゃいます。スイーツってぐらい甘くないんですけど、美味しい。中がチョコパイリングになってます。すごい中に、こんなにゴロゴロしない。ザクザク戻します。これ美味しいので、やばい、382kcalいっちゃいますはい、ということで手軽に買えて、紅茶コーヒーとかはやっぱ合うと思いますね。だから私こういうものをあえて緑茶でいただくのがすごい好きです。苦めの熱い緑茶を入れて飲むのが好きです。食べるのが好きです。はい、ということで今日はですね、ローソンスイーツから香ばしい、ザクッと香ばしいフロランタンご紹介いたしました。ではまた明日も見てください。またチャンネルでした。また明日です。